グアム旅行、4日目の夕飯となります。4日目ともなると日本食が恋しくなり、本日は和食居酒屋魚丸本店さんにお伺いします。魚丸本店さんは日本の浜倉さんがプロデュースを手掛ける浜倉的商店製作所の直営店となっています。お店は2014年3月に開業をし、席数が82席ある日本の漁港を感じられるような店内の作りになっていました。場所は多聞地区メインストリート沿いにあります。徒歩圏内のホテルではウェスティン、グアムリーフ、グアムプラザ、デュシタニグアム、ロッテホテル、椿タワー、オーシャンビューホテルなどが歩いて気軽に行ける範囲となっています。営業時間は昼間が11時から14時半まで、夜が17時から23時までの営業となっていました。私たちは予約なしで17時の開店直後にお店に入りましたが、すぐに席は満席になっている人気店でした。席の予約は電話のみできそうな感じで、ネットからの予約ページはなかったので、ホテルなどで予約が頼めるようなら席の確保はした方が良いと思います。店内は日本語の料理名が書かれた短冊がびっしりです。木製の椅子やテーブルも雰囲気を良い感じで出しています。メニューも日本語記載があり、料理の写真もついているので安心して注文ができました。まずはみんなで乾杯します。写真は妻のグレープフルーツジュースです。私と両親はビール飲んでます。川エビの唐揚げ、サクサクに揚がった川エビにレモンを絞っていただきました。塩味が効いていて美味しいです。お酒のつまみには最高でした。カリカリのエビに旨味が詰まっていて、子供たちも美味しいと食べています。イカのリングフライ、衣はサクサクでレモンを絞り、タルタルをつけていただきました。サラダのドレッシングも美味しく、イカの旨味を引き立ててくれていました。本日の刺身、5点盛り S サイズになります。お刺身は厚めにカットされていて、油も乗っていて美味しかったです。魚丸本店さんに来たらお刺身はぜひ食べていきたいです。個人的にはイカにイクラは乗ってなくても良いかと思いましたが、どれも美味しかったです。スパイシーポテト、我が家の外食では必ず頼むポテトフライ、通常とスパイシーがありましたが、スパイシーを頼みました。小学2年生の次男でも食べれる程よい辛さで、辛いのが苦手な方でも食べれると思います。海鮮焼きそば、味は普通の焼きそばで、海鮮と歌ってますが、あまり海鮮が食べていて感じられませんでした。キャベツも新皮が硬くて食べれなくはないですが、火が完全に入ってない感じで残念な焼きそばだった印象です。まずくはないです。すごい美味しくもないです。本日の握り寿司、タケ、お刺身が美味しかったのでお寿司も頼んでみました。シャリが日本のサイズより大きく、ネタも2枚乗っていて大きいお寿司です。最近日本だとご飯少なめの寿司とかある中、逆を行く大きいお寿司です。これはこれで満足感が大きく、私個人は刺身が美味しいのでありだと思います。小食の方や軽めに食べようと思った方は、お寿司大きいので注意して頼んでくださいね。ワカサギの唐揚げ、軽く衣がついたワカサギがサクサクに揚がった食感で美味しいです。皿の端に塩が乗ってるので、好みの味加減でレモンを絞って食べました。シンプルですが、お酒を飲みながらグアムで食べる満足感は高かったです。ざるそば、次男が食べていたので味は分かりません。枝豆とそばを黙々と食べていて、気がついたら完食していました。一口食べたかったのですが、他の撮影してたらなくなっていたので、味のコメントは残念ですがありません。今回は料理を9品、ソフトドリンクを3杯、アルコールを8杯頼みました。グレープフルーツサワーが美味しかったです。魚丸本店さんはチップ 10% がお会計に含まれていたので、煩わしい計算をしないで大丈夫です。我が家のお会計は191ドルでした。円安が痛いです。最後に魚丸本店さんのメニューを見て今回の動画を終わろうと思います。グアムに行ってチャモロ料理やハンバーガーも美味しいのですが、間に少し和食を入れるのもありだと思います。お店のコンセプトでもある海外のなんちゃって和食ではなく、日本食の王道を美味しくいただけるお店となっていました。お店には日本人のお客さんも多かったですが、
旅行に来ている他の国の人や現地の人なども見られ、和食人気と魚丸本店さんのクオリティの高さが人気の理由かと思いました。私は少しビールが飽きてきていたので、ここに来てサワーやハイボールを飲み、美味しいつまみを食べながらグアムの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。魚丸本店さん、メニューがすごい多いです。丁寧に写真が全てについているので、ページ数も多くなってるのですが、言葉だけじゃなく写真もあるので安心して頼めるお店となっていました。私は今までで4回ほどグアムには来ていますが、3回訪問と魚丸本店さんを知ってから毎回訪問しています。ある程度の味の予想ができる中、現地のアイデアなどが入ってる和食を食べるのもグアム旅行の楽しみの一つになってきていますね。今回編集をしてメニューをゆっくり見ていましたが、ジャンルが豊富で夜のお酒のつまみで食べに来るだけじゃなく、ランチも訪問したいと感じました。店内の店員さんは、私が接客を受けた人たちは全員日本人の人はいなかったですが、接客も愛想がよく、不満を感じることはなく気持ちよく食事ができました。強いて言えば焼きそばのキャベツが硬かったのと円安が厳しいことくらいです。長々と話しましたが、これでメニューも終了となります。ぜひグアムに行った時は魚丸本店さんを覗いてみてください。